ご無沙汰しております。ご無沙汰ばかりでございます。どうぞどうぞ。はい、ごめんなさいね。曲名は皆さんよくご存知のポール・アンカー、ダイアナ、お届けいたします。曲名は、アマポーラをお届けしたいと思うのですが、今日も素敵なお客様がいらしていただいてます。私が弟子にして覚えられないと言われても勝手に師匠と、慕っております。ロスコンパニロスからサーニー様、橋本様をおいでいただきました。今日もお忙しい中ありがとうございます。そして今遅れて、おいらしてくださいました、ご久しぶりです、新藤先生、お懐かしいです。なんとなんと息子の幼稚園の先生、園長先生でいらっしゃいました。ありがとうございます。本当にそしていつもお世話になっている方々、仲良くしてくださっている方々と今日も、楽しい届けを取ってお過ごしいただければと存じます。よろしくお願いいたします。では、2曲目はアマポーラから参りたいと思います。Thank you.
ょっとコーラスもつけてもらってみちゃいました。アマコーラでした。はい、次の曲は、まあ、ラテンテール皆さんこの曲という曲かと思います。ベサメムーチョいってみたいと思います。Thank you.
ちょっとこの辺で思考を変えました。日本の渡辺浜子さんが一番最初に歌われまして、まあ、いろんな方がこれもアレンジしてるんですが、蘇州夜曲という曲を歌ってみたいと思います。ギターの素敵なアルペジオを楽しんでください。ということはつまり私はあまり弾かない少々エネで参りたいと思います。
私この歌を歌うにあたってさ、寒山寺の鐘の音ってかなりいい音がするんじゃないかなと思ったんですが、実際に YouTube で調べましたら、もう YouTube の音が割れちゃうぐらいのすごい地響きがするような、あの、12月の行く年来る年で聞くような鐘の音よりもさらにもっと荘厳というか、すごくこう威厳のある鐘の音で、ちょっとびっくり、想像したこう高い鐘の音とはもちろん違った。ミーデラの鐘よりもミーデラの鐘なんかドーンと、いやもっとドーンぐらいの感じの音でびっくりしてしまいました。今ね、何でも YouTube で調べられますからね、便利な中になりましたね。ということで、はい、次は、またキエレメムーチョをお送りしたいと思います。
キエレメブーチはラブミーでございます。はい、こちらもね、情熱的なラテンの歌ですけどね。なんと実は、第1部最後の曲になんとなんとなってしまいました。はい、まだ2部もあるんですありがとう、ありがとうございます。いただきました。はい、では第1部の最後の曲はシエットリンドで参りたいと思います。そして、ご存知の方もいらっしゃると思うので、よろしければ、サビのところで「アイアイの愛簡単なチョレス」と歌うところでございますが、ご一緒に歌っていただければ幸いでございます。ではシエットリンド行ってみたいと思います。一回練習しなくていいですか？一回、ね、皆さん練習しまう。コーラス部、プロ、ちょっと一回だけ練習し、すいません、ちょっとこの線が引っかかってですね、すいません。練習しなくてもつけてる練習しなくて練習した方がいいですか？じゃあ、お願いしますって、お願いしますって、正しいですが、無茶ぶりですよ、すみません。言ってみまして、とりあえず、やってみます。はい、いきます。一部最後の曲、シェリートリンドでございます。練習なしで、ごめんなさい、ありですか？わかりました。じゃあI'm not afraid to die.
ご協力ありがとうございました。ここで10分休憩いただきたいと思います。素敵な方ありがとうございました。